綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。はい、今日はですね、赤坂にあるマイゴルフレンズさんにお邪魔してます。いつもありがとうございます。会員募集してます。はい、ゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか？今日はコックについて。コック、私あんまやらない派かもしれない、うん、やってんのかな。やってるやってるんかやってるかということで、じゃあゆいちゃんにコックについて、はい、教えていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いしますやってるか、やってるお願いします。じゃあまずコック、まあ、コックはみんな分かる、皆さん分かる、この手首 この曲がる動きがコックって言うんですけど、うん、まあ、純ちゃんが言ったのは意識的にやってない、うんうんうん、でゴルフクラブを振り回そうと思ったらコックを絶対にどこかで使ってしまう、うん、コック使わないっていうと、はいはい、だからこれでゴルフしてたのね、いない、多分大体この辺りからみんなこう自然に入る。そうですね。でこれを意識的にやっていいパターンと悪いパターンもある。うんうんうん、例えばコック使いすぎてこうなっちゃう、最初にね、あ、使うタイミングが遅すぎてこういう状態っていう、正しいタイミングで正しい場所に使えたらいいなっていうことで、まあそんなに自然に絶対曲がってくるから、逆にこう意識して過度にこうやっちゃうと良くないところ、このぐらいでこの辺りからこう曲がっていく、この45度ぐらい、90度ぐらいに曲がるのがいいかな。これ以上だとちょっと曲がりすぎ、この結果、うんうん、これ以上行くと曲がりすぎちゃうし、うんうん、これ、まあ、今のバックスイングのこう話なんで、ここから降りてくるときによくためのためっていうのをよく聞いたことある。それがコックなんで、コックがほどけないようにこう持ってくる、うん、でこれが届けるのをリリースって言うんですけど、リリースするタイミングが早いとミスショットがよく分かりやすくなる。なるほどね。そうそうそう、ボールがあってここまで持ってきて、ここからボールをリリースする、うんうんうん、でもこれが例えば右足の前とかでこうリリースするとダフる、うん、で逆に起き上がってトップするとか。なるほど。そのためがこうほどけないようにまっすぐまっすぐ持ってきてくる、うんうんうん、で最後、うんうん、っていうのが正しい使い方なんだけど、それってもうこのボールを打つ前後の話って 0.0 なんだよって話だから、うん、意識的にじゃあボール打つ瞬間までリリースしないようにしようとかってほぼできない、うん、意識的に、あ、やろうと思ったらできるんだけど、その0.0 何秒のことまで自分の体で考えて行動に移せない、そのままだから、そういうリリースのポイント、タイミングをちゃんと取れるように練習ドリルとかいろいろあるんですけど、例えばそれを正しいコックの使い方を体感するために、あの 砂袋はやってなかった、あ、やったけどその時そんなそういう話はね、してなかったね。ああいうのでこうバンってここまで打つ、はいはいはい、でここにこう砂袋がある、うん、でこう叩いてからこうなるのに、うんうんうん、とかそういういくつかポイントが、なるほどね、砂袋はそういうコックのリリースのタイミングが分かるんだ。リリースのタイミングとか、まあ言うなればハンドファーストの形を自分でこう作れるようにするために、うんうんうん、理解。要はリリースが早ければ早いのハンドパーソンにならないから、うん、こういう感じになっちゃう、バコってなっちゃうね。
じゃなくてこういうことだ。はいはいはい。うん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 。なのでそれをこうでもゆっくりスイングして確かめる。練習場とかだったらこう普通にこういうふうに普通のスピードで打つんじゃなくて、うん、すごいゆっくり。うん、ありました。はい、ということで今回の動画は、コックについてゆいちゃんに教えてもらいました。うん、私もコックはね、こう説明受けたことないかもしれないな、今まで。私、まあ、コックもなんかいろいろ種類がある。こういう風に動かしたりとか、こういう風に動かしたりとか、いろいろあるんだけど、あんまりその手首意識しすぎると、うん、手打ちになっちゃう人とか、そこに意識を取られすぎてあんまり良くないこととかもあるんで、うんうん、そんなに考えすぎない方がいいです。ただこういうものがあって、うん、こういう風に使うと一番いいみたいな感じ。なるほど。ということで皆さんもぜひゆっくり確認してみてください。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。